矢部恭介のやべえチャンネル、やべえチャンネル。YouTube の撮影ということでね、はい、あのプラスさん来たんですけど、どうされたんですか、二人。こんなもう来たらカメラもセッティングされてますが、よろしくお願いします。なぜかあのうちのマネージャーがトイレに座ってるというこの現状がちょっとよくわからないし、なんですかこのアンケートみたいな、なんかすげえいっぱい書かれてるものがあるんですけど、何すんの。いや今日は、はい、矢部さんを知っていこうということで、矢部さんに対して100の質問という企画をやってもらいます。はい、なるほど。よくありますね、はい、YouTube でね、はいはい、要はいろんな方に知ってもらう意味でなんかこう質問に答えて、はい、まあ、それで、まあ、矢部さんはこういう人なんですみたいなのっていうこと。そういうこと。定番中の定番を聞かせてもらいます。今更重要あるそれ。いや矢部さんの知らない方はやっぱり知っていきたいんですよ。まあまあまあ、確かにね、その、はい、YouTube ってまたちょっと違うというか、はい、ね、その俺のことを知ってて YouTube を見られてる方もいれば、あ、そのまあ、いろんなね、各方面なんかつながりとか、いろんなところからこうね、はい、そうですね、その知らんけども誰なのこの人っていうのでこう見に来る人もいたりするからということですね。はい、だからといっても、自己紹介から生年月日から出身地からみたいなことはやんないよ。そこはホームページを作る。そう、それはそうだ。そりゃそうだよ、多分。ね、そこで全く知らない赤の他人の見るってことは、まあ、基本ないだろうしね。そう、はいはい、身長とかそういったところは、ね、そうだよね、プロフィール的なものは省いて、どういう人なのかという質問とかね。そうですね、はい、はい、じゃあということなので、はい、やってみますか。早速、はい、行かせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい。はい。好きな色。ちょっと待って。違う。それ。俺が何色が好きかみたいなことも言うの？気になりますよ、ね。基本中の基本だよね、こういう質問は。そういうとこからやるわけですね。こういうのはやっぱ。うん。あ、そう。はい。白です。白。はい。いいですね。ちょっと待って。で、君のそのアンサーっていうか、その感想みたいなものもいちいち入ってきたら。これ基本入らないです。入らないね。いい答えの時だけ入ります。だってそれ、いい答えって。おめえの頃近くだもん、それ。まあまあいいや、はい。じゃあ次行きます。はい。好きな食べ物は？あ、ハンバーグです。好きな果物？サクランボ。うん。好きなお菓子は？あ、ソフトサラダの、醤油ごま油。限定のものなんですけど。はい。好きな漫画は？漫画？いっぱいあるな。こう淡々として一つですね。そうですね。頭に浮かぶような何か漫画。あ、疑問が。おお、今、うん。好きなアニメは？ルパン三世。ルパン三世ですか。好きですね。好きな番組は？テレビ番組ですか。そうですね。でもなんかお笑いとか好きです。はい、うん、好きなドラマ。ドラマ相当遡ってもらっても大丈夫です。おー、いっぱいあるけどね。ドラマ、あー、でもハイスクール落書きとか好きだったな。すごい。好きな映画。でもどっちで言ったらいいんだろう。ロッキンオンヘブンズとか海外の、日本版じゃない。なるほど、はい。好きなゲームは？あ、ゲームは、うん、今もうやっぱ APEX ですかね。はい、相当ハマってます。クソだろけど、うん。好きなスポーツは？好きなスポーツ、はい、スポーツ
例えばじゃあ見るスポーツであれば、見るのであれば、あでも体を動かすことだけがスポーツじゃないとするんだったら麻雀ですね。なるほど、はい、脳のスポーツと言われてます。確かに、はい、体を動かすスポーツであれば、一応高校野球ですかね。プロ野球より高校野球は見ますね、はい、自分がもしやるとしたらどうですか。スポーツ、はい、ボーリング。ボーリングなるほどボーリングとかじゃない。そうなんですね。やってて楽しいし、はい、じゃあ次いきます、はい、好きな季節。秋。秋、はい、それはなぜですか。自称少子か聞き方が秋、暑すぎるのも嫌だし、はい、寒すぎるのも嫌だし、だからもう夏冬っていうのはないんです僕の中で。で秋ってただまあその春のよりも寒さから暖かくなるよりも、暖かいものから寒くなる方が心地いいです体に、うん、っていう意味で秋ですか、ね、はい、じゃあ次いきます、うん、行ってみたいところはありますか。場所、国、何、国でも場所でもいいです。あでも、はい、場所行ってみて、ああ行ってみたい、行ったことないとこ、行ったことはないとこ、あ行ってもいいです、行けるんです。はい、もう質問がざっくりすぎるな。ああでも行ったことあるけど、はい、深くそのこと言ってないから、北海道ですかね。お、はい、札幌とか、あ函館とか行ったことあるんだけど、あんまりちゃんとゆっくりしたことがないというか、なんで北海道ですね。はい、うん、さんは休みの日はどんなことをして過ごしてますか。結構、皆さんに近い日常というかだと思いますよ。普通っていう言い方もあるんだけど、まあだらーっとしたり、はい、家のことやったり、はい、はい、っていう日常ですね、はい、あんまり出かけたりはしない。あの基本友達に誘われても、例えば、ね、コロナ禍とか関係なくて、はい、飲み行こうとかってなっても風呂入った後だったらもう出ます。なるほど、はい、うん、お酒は飲まれますか。うん、そうですね、あの家で飲むこともなければ、あの晩酌でっていうこともないですけど、まあ見祝いの席とか、まあ、その誘われてっていう、自分から誘って飲み行こうっていうこともないし、うん、はい、ただもう飲む場所に行けば、はい、もう気を飛ぶぐらいまで飲みますよ。はい、わかりました。中学時代の部活は何をされましたか。ちょっと急にもうなんか質問が困ってない。急に学生時代の話になるの。そうです、順番に。ああ、まあ、まあ適当にっていうこと。どんどん行かす。ああ、そうそう。中学時代の部活、いろいろやってました。やってやめてなんで、はい、バレー部やったり、野球、あじゃあサッカー部やったり、演芸部入ってたりとか、はい、いろいろ、うん、はい。習い事とかは何かしてましたか。小さい頃剣道をやったり、そろばん塾行ったり、公文行ったり、英会話塾行ったり、はい、結構されてるんですよ。うん、キックボクシングとか、うん、はい、やったりとか、うん、やってましたね、はい、うん、今の趣味は。今の趣味、あなんか YouTube。 ああなるほど、うん、趣味って言っているのかどうかわからないけど、楽しいよ。そうですね、楽しくやってるから YouTube かな、うん、ゲームも含め、うん、はい、特技は。特技、昔だったらね、なんかダーツだとかボウリングだとかなんとかって言ってたけど、今の感じで言うと特技、口喧嘩。口喧嘩、確かに。口喧嘩、多分口の悪さは放送コード関係なかったら多分タイトル取れるね。チャンピオンクラスだと思う。そういう大会ってないんですかね。
あったとしても誰が気持ちいいんだよそれ。そうだから事件性が起こりそうじゃん。結果試合終わってボロカス言われてあの野郎みたいになりそうじゃん。じゃない方がいいですね。ない方がいいです、はい。ペットは飼ってますか？あ、今は飼ってないです。昔は、はい、あの犬猫、はい、飼ってました。あ、なるほど。うん、今後飼ってみたいペットは？そうね。まあでもワンちゃん猫ちゃんは。いつか買いたいなと思いますけどね、うん、カラオケでよく歌う曲は？カラオケ、はい、カラオケで歌うときは、まあ、好きなバンドの曲も歌うんですけど多分一番多いのはテンビートの曲が一番多いですからね、うん、歌いやすい。あと、まあ、別にテンビートは簡単って言ってるわけじゃないんだけど、まあ英語ばっかりだったりとか難しい曲も多いので、はい、歌いやすいというか、デビューの歌が、はい、ですね、うん、多いです。最近買ってよかったものは何ですか？まあ、あの、それこそ、この YouTube で、あの、基本的には月曜日とかの生配信とかをしてるんですけど、はい、で、それはあの、ザ・カムっていうバンドの、あの、ボーカルである冠哲也さんと一緒にやらせてもらったんですけど、まあ、そこでね、あのコーナーで俺たちの一品って言って僕らがおすすめするものがあるんで、はい、あの切り抜きとかでも出してるんで、はい、結構あこれいいなっていうのを紹介してるんでそっち見てもらった方がいいと思います、はい。最近何か欲しいものはありますか？物欲は結構ある方なんでいろいろ欲しいものなんですけど、今やっぱりその YouTube とか配信するんで、はい、その配信になんかこれ照明とかマイクとかいろいろ、うん、そういうのは欲しいかなっていう感じしますね。はい。私よく料理をされると思うんですけど、はい、それね。得意な料理は？いや、得意な料理っていうのはね、よくないんですよ。もうありもので作る感じなので。ただカレーとかももう本当あのご家庭のこう市販のルーを入れてなんです。そのスパイスから何からするわけじゃないんで、そういう料理が得意なわけじゃないんで、多分小学校2年生ぐらいの時にすでに丸いフライパンでちゃんとした四角い卵焼きは作れてます。おー、はい、素晴らしい。何やねんこの感想。その感想いいのかよ。まあいいや、はい。好きな家事は何かあります？洗濯。洗濯よくされてますよね。そうそう、洗濯は大好きだね。掃除の中で床掃除とかね、フローリングなんでとかっていうようなものとか家事の中でも洗濯は好きです。うん、はい。一日行ったら必ず作るよ。そうだね。一日もうあんまり洗濯物を溜めてやらないので、まあもちろん仕事でね溜まっちゃう場合はあったりするんですけど、はい。読書は好きですか？漫画しか読まないです。漫画しか。うん、小説は読まない。あの、いただいたものとかエッセイ集とか、はいはい、そういったものはあのしっかり読みますけど、自分から何か興味を持って、あ、なんかこの作家さんがみたいなのも全くないですね。全くないですね。はい、全くないです。車は運転されますか？はしないですね。うん、あと、あの、君も言ってるじゃないですか。絶対運転に向かないって。向かないとは思います。まあ多分あのマナーとかうるさいどこまでも行ってしまいそうなところ。そうそうそう、マツカリもあるし。あともうあの乗るたびに何十回で暮らしてもそうなんで、はい、好きな季節は僕3回目になっちゃう。季節聞くの好きだ。あだっつってでしょ。そうですね、2回目飛ばしたんですけど、はい、もう一回来たんで僕はちょっと、はいはいはい。現在、役者として32年ですか？そうですね、はい。芸歴32年になるんですけど。はい、役者以外でやりたかった職業というのは何かあるんですか？そうですね。役者になる前とか。警察官にはなりたかったですかね。どちらかというと、そっち側じゃない側に近いような生き方してますけども。はい。なるほど。うん、はい、おにぎりの、ね、好きなものは？いや質問はいいと思うんだよ。、はい、うん、
ちょっと順番的にこうどうなるの、ちょっと引きずらった、終わるの何おにぎり、おにぎりの具で好きなものは何ですか。いっぱいあるけど、でもなんだかんだでコンビニとかでおにぎり買うときに必ず1個は買ってるのは明太子かな。明太子、うん、先生よくおにぎり作られるよね。あ、自分でね、はい、うんうん、その時って具は何にしてる。入れてない。入れてないんですか。うん、あの塩結びに味見だけですか。うん、基本あの量で結構な量作ってます、うん、3合分ぐらい作りますね。はい、で、もう一人食べてますけど、まあ、またはふりかけをかける。なるほどですね。まあ、ちゃんと味はするんですよ。そう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 、はい、まあ、おかずあってのおにぎりなんで、おにぎりだけ食べてるわけないから、うん、なるほど、うん、よかったって何しないよコンビニといえば、コンビニといえば結構これ皆さんあると思うんですけど、僕だったらファミリーマートが一番好きなんです。あ、そういう意味ね。コンビニの中にあるものじゃなくて、あ、コンビニといえば、あ、でもセブンイレブンかな。あ、なるほど。それは なぜか理由が、もういい年なんで、はい、多分皆さんってもう生活の中にコンビニがあるのは当たり前だと思うんですけど、はいはい、僕らガキの頃っていうのはそのコンビニエンスストアっていうものが存在してなかったんで。あ、そうなんですね。うん、で家の近くに本当初めてできたのがセブンイレブンで、なるほど、うん、すげえのができたみたいな感じで言ってるんで、それでだと思う。そうなんですね、うん、なるほど、うん、ちょっと待って全然淡々じゃないんだけど、そうですね、じゃあすごく淡々といきます。淡々、はい、OK、 分かった、はい、お、はい、背中に羽が生えていたらどうしますか。何言ってんのお前背中に羽が生えたらどうするか、はいこれ端的に言えること。そうですね、そうですね、言えない。どういう、その飛べるってこと。飛べます。飛べる羽が生えたらってこと。飛びます。じゃあ飛ぶよ。わかりました、ありがとうございます。初めて買った CD は何ですか。あ、 CD は覚えてない。あの俺らの時代ってレコードから始まってるんで、はい、はい、レコードだったら3枚いっぺんに買ったんですよ。お、そうなんですね。はい、あのトンネルズさんの一期っていう、はい、のと、世紀末さんの老人形の館と、はいはいはい、で、小泉京子さんのスターダストメモリーこの3枚をいっぺんに買ったって、買ってもらったという、うん、はい、のはよく記憶してます。はい、バイトは何かしてたってことは。あ、バイトは結構しましたよ、うん、はい、いろいろやりました。建築関係のバイトは、はい、めちゃめちゃ先輩とかに紹介してもらったり、仲間友達に紹介されたりしてやってて、うん、でも一番多分 長かったのは、もう畳屋かな、畳屋かな、畳屋か、畳の和室とかの、その畳さんの寸法を取って、まあ、作ることはできない、あの入れ替え畳の、うん、一応なんか結構いろいろやりましたよ、ね、うん、もし、うん、今バイト何かしたいなって、バイト、バイト、バイト、やだちょ、この世界32年でやっと飯食えてきて頑張ってるのになんでバイトしてるの。バイトしたくなくて頑張ってきたんだよ。いや、もしやっぱり仕事ができなくなってしまったら、ああ、そういうこと、バイト社員ではバイトです。バイト、いや、なんか違う方法を考えるから、自分で何かする、人に雇われて何かっていうようなことはしないと思うんですけど、うん、お弁当に入ってて嬉しいよね。そうですね、お魚かな、焼き魚とかあったら美味しいかな。はい、うん、思い出したくない黒歴史、思い出したくない黒歴史だよ。今このカメラ回ってる状況で言って思い出しちゃうじゃん、言わないよ。そうダメよもうむちゃくちゃだなこれ。まあいいや、はい、どうぞ聞いてください。幽霊信じますか。
幽霊。ああ、そうですね、はい、知ってます。はい、何フェチですか。声かな。うん、うん、自分で似ていると思う芸能人はいますか。自分で似てるはないな。人に言われたことはある。あのロットグラフィティというバンドのボーカル、はい、ツインボーカルですけど、だいぶ近いですね、はい、の直樹くんは昔似てるって周りに言われたり、はい、あとプロレスラーのシーバー選手に似てると言われたことはあります、はい、挑戦したいことは何かありますか。あ、いろいろやりたいですよ、挑戦は。うん、あの好奇心は割とある方なので、まあたった一度の人生ですからね、うん、なんか楽しそうだなと自分が思うものに関してはいろいろやっていきたいと思います。まあ YouTube もその一つなので。はい、好きな音楽、よく聴く音楽は何ですか。まあロックが多いですよね。まあ僕もよく SNS でバンドのこととか音楽のこととかいろいろ発信したりするんですけど、これどれっていうのは言えないですよね、はい、ただジャンル結構問わないんですよ別に、はい、アイドルやタレントさんの曲とかも聴くし、いいものはいいと思ってるし、はい、宇宙と深海、探検したいのはどっちですか。宇宙と深海宇宙言いたくなの。この2択です。宇宙と深海、はい、どっちも行かねえよ。どっちも行きたくない。行きたくない。どういう選択なのこの2択って。あ、僕は深海に行きたいんですよ。あ、僕は深海。小原くんの小原くんが聞きたかったことなんだこれ。じゃあこれはそうです。今僕は深海が大好き。うん、深海が大好き、ね、もしかしたらその深海かな、うん、ちょっと期待も沈めてやろうか。はい、どうぞ。はい、好きな言葉は、うん、好きな言葉、まあ、座右の銘にもしてるんですけど、はい、年中夢中っていう言葉ですね、はい、で一目惚れしたことがありますか。ないです。好きな方言は。あ、そっか、役者の仕事してるんで、ね、方言博多弁とか好きかな、うん、広島弁とかも好きですけど。初恋がありますよ。幼稚園ぐらいじゃない。はい、多分幼稚園の先生じゃないかな。僕と同じです。うるせえ。いらねえよそれ。付き合うなら年上、同い年、年下。年下だろ、俺の年考えて。年上って言ったら介護になっちゃう。失礼か。ごめんなさい。すいません。はい。自分の好きなところをあえて一つ挙げるなら。ああ、言いたいことをはっきり言うっていうところかな。うん。では自分の嫌いなところをあえて一つ挙げるなら。もうその言いたいことを言ったことによって平気で人を傷つけてしまってるってことかな。難しいですね。うん、表裏一体ですな。うん。チャンネル登録、高評価、よろしく。バッドイヤー。